前回までの旅の途中で私は岩手県の陸前高田市におります。ガソスタに入ろう。なんか非常に曲がりにくい、取り回しが重いなと思ったのと、足つきがやたらいい。ここでちょっと待ってよ。一回ここに寄ろう。空気圧をチェックしよう。お、リアかな。終わった。なんで、もう前は平気だね。いや、困ったな。いやもうこの時間バイク屋さんこんなとこないよ。電話してみようかな。もしもし、そちらってバイクも見ていただけるお店ですかね。5時までですね。あと、わかりました、ありがとうございます。ちょっと一回ガソリンを入れたら沈むか。ちょっとだけにしよう。すいません、ちょっと今タイヤがパンクしちゃってそういうのないですよね。ないですよね。あ、そうですね、空気一回、一応自分で修理キット持ってるんで、それで一回やってこれなんですよね。うん、やってみるか。いいですか、ここでやっても。帰れないですね。よいしょ、まだ生きてる。でもまだ生きてるよ。もうちょっと、まだ出てない、もうちょっと。ああ、いましたね。やってみます、やってみます。せっかく持ってるからこのためのですよね。じゃーん。一人です。はい、ありがとうございます。よいしょ、困ったな。まさか本当に使う日が来るなんて。鼻が痛箇所が刺さってる、抜いてください。頑張ってやってください。頑張ります。大丈夫。はい、ダメだったらしょうがない。おお、しっかり穴を広げてください。ぐりぐりはめきゃあねんだよね。心苦しいですね。うん、よいしょ、はい、ありがとうございます。はい、どうも。シール材についてるシートを剥がし、Tフック先端に通してください。できるか分かんないんですけど。やってみるしかない。あ、今までやったことない。初めてです。ラバーセメントをたっぷり塗ります。十分塗ってください。写真。
します。できるだけ垂直に。空、空いるよ。入った。もっとガツッと入れて。ガツッと。ちょっと貸してください。はい。お、そんなに入れていいんだ。え。お。でも、ゴムちゃんと持ってたんですね。そうなんです。前もちょっと秋田県でパンクしたことがあって、それで買ったんですよ。初めて使いますけど。あら、そしたら、はい、なんか着るものあります？あ、ありました。買った、これ。あの子のありね、沿って。もうやっていいんですね。これでいいです。で、あと空気入れればいいです。空気入れればいいんですね。乾かした方がいいんですかね、ちょっと。いや、このままもうやってもいいです。はい。そのあれのところでね、これを、これを刺して、あ、刺して、お、上がってく、上がってく。お、どのぐらい入れるか、このバイクのあれは。あ、そっかそっか、うん、ちょっと待ってくださいね。290、202.9 ですね。290だと、はい、このあれまで、はい、ここまで、このプラスに、ここ、はい、はい、やってやれますか、ね、あ、やりますやります。まだまだ入りますもんね、きっとね。まだ足りないようだな。このタンクさん、まだ補充しないぞ。ちょっと補充しよう。びっくり、そんな入れることないですもんね。今ぴったし 2.9 なんで、これで抜けてないかどうかちょっと時間を置いてチェックしてみたいと思います。おー、なんかね、東北ってなんかあるんですかね、私ね。こうもうまくいかないね、ほんと困っちゃうね。帰ったらタイヤ交換しようと思ってたタイミングなのに今。いや、でもマジでこれ持ってってよかった。あ、入りました。あ、ありがとうございます。これで出る。なんか大丈夫そうな気がするな。大丈夫だな。塗ってればこうパクパクってしますもんね。大丈夫ですね。大丈夫だ。これで帰れるかな、どこまで。横浜まで、はい。大丈夫ですね。大丈夫ですね。今日宿この辺なんですよ。あ、そうです。だから明日も一回朝ちょっと見、あの、空気チェックさせてもらいに来て。大丈夫だったら帰ろう。よかった、ありがとうございます。どうも、助かり、はい、ありがとうございます。これでどうにかなったかな。とりあえず空気は漏れていないようなので、今日のところはやれることはやりましたので、もう宿に行こう。どうしようもないので、今日は、明日もう一回空気圧チェックしにちょっとここ来させてもらって、で、空気が、まあ、大丈夫そうだったらもう帰ります。なんなの本当に。やっぱね、パンク修理キットは持ってて間違いない。本当によかった、街歩いてて。お守り代わりにいつも邪魔だなと思いながら持ってはいたけど、こういう時に助かるんだね。マジで持ってた方がいいよみんな。じゃあちょっともう一回空気圧のチェックをしますね。ちょっと抜けてる気がする。もう一回見てみるね。行こうかな。とりあえず宿に行こう。レッカーかな。こっから300キロぐらい走るの怖いもんね、さすがに。あ、本当に親切な方たちだったよ。ありがとうございました。あ、やっぱ走りやす、全然違うね。足つきが違うもんね。
両足べったりついたらパンクしてるってね、もう覚えてるから。とりあえず宿行って考えよう。はい、というわけで本日のお宿です。はい、というわけでこのキャピタルホテルさんにお世話になります。保険超過する可能性はありますね。はい、でそれがいくらぐらいなのかなと思います。ああ、そうですよね。はい、その金額によってちょっとそのタイヤ屋さんで交換するか悩んでて。ああ、なるほど。はい、一旦ちょっと確認しますって。はい、うん。もしもし。はい、もしもし。すいません、取り寄せになりますね。あさってもすればあさってには入ります。わかりました。ありがとうございます。はい、はい、どうも。はい、失礼します。はい、わかりましたので、はい、わかりました。はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、タイヤ最高だった。あー、めっちゃいい人やった。モーターズショップ海老名さん、宮城県の気仙沼市にある、ショップさんですね。あー、ほんとよかった。安心。あー、どうしよう。とりあえず、もう今日やれることはやったので、明日の朝起きて体をチェックして、30分ぐらいなんでその距離は多分走れると思うので、ちゃんと行けるかどうか、もう一回バスタで空気入れて行こう。でダメそうだったらレッカーとなります。はい。よかった、ご飯食べ行こう。はい、というわけで昇進の私がやってきましたのは車屋酒場さんです。実は今回この岩手県の陸前高田泊まるのも、ここに行きたくてこの陸前高田に宿泊したんですね。ホテルからちょっとタクシーを使わないと来れないところなんですけど、ここ実はオーナーさんがライダーさんで、で私が大好きな九州のカフェボンズさんのオーナーさんとお知り合いということで、こっち来たら絶対来ようと思ってたとこです。ほら、バイクがある。お疲れ様。かわいい。本当だ。ここはボンズさん、ボンズさんにね教えてもらった場所なんです。美味しそう。めっちゃ美味しい。うん、なんかカツオってこんな脂乗ってるんですね。あ、うん、美味しい。ありがとうございます。でかこういう、あ、美味しい。ウニ大好き。でも今回ここに来るまですごい大変で、本当数時間前にパンクしちゃって気仙沼の方に1軒あったんで、30分ぐらいですよね。だからそこまでは多分自走できるかなっていうので旅です。もうここでかって。いいね、かわいい。マジでカツオ美味しい。幸せすぎる。ちょっと一回
取り回しをしてどんなもんか確認します。あ、大丈夫動きますので平気です。あ、バザー、ここのホテルもすごいいいところでした。いつもよりは少し高級なんですけど、素泊まりで9000円だったんですが、この辺りってホテル多分ここしかないかなすごい、ね、いいとこだし、スタッフさんもめっちゃ優しくって、昨日夜ちょっと雨降ったんですよね。でその時にお客さんバイクの方ですよねって、屋根のとこ入れてくださいっておっしゃっていただいて、優しいとてもいいとこでした。キャピタルホテル1000です。とりあえずガソスタに行って空気をモリモリに入れましょう。あー、いい天気だな一日置いたらもうちょっとぺちゃんこになっちゃうかなと思ってたんですけど、あのパンク修理キットが効いてたってことですよね。よかった。どうかな、はい、え、全然減ってない。ちょっと走ったから、暑いから、え、何にも減ってない。すごすごいじゃん、パンク修理キットすごよかった。じゃあこれなら安心して気仙沼まで行けるね。あ、もしもし、ガソリンスタンドで空気圧見てみたんですけど大丈夫そうなので、このまま走って向かいます。よし、じゃあ向かいますね。じゃあ気仙沼目指してゆっくり走っていきましょう。暑い、宮城って意外と暑いんだよねさあ間もなくバイク屋さん到着です。お、無事になんとかたどり着けそう。お、ここか、いっぱいバイクあるね。お、着きました。よいしょ、お邪魔します。無事にハイブソさんタイヤ交換終わりました。ピカピカやね。ちょうどちょっと古いタイヤでダンロップのスポーツマック、うん、はい、はい、こちらがありましたので、コーチン込みで 16,500 円というめっちゃありがたい金額で、製造が20年で古いからそういう、価格になっているそうなんですが、もう私は本当家帰ってタイヤ交換をもともとする予定で、タイヤもお願いしてたとこなんで安いのでいいということでありがたい。モーターズショップ MSE 海老名さん、迅速に対応していただいてありがとうございました。さあではね、時刻は11時34分。実はね、明日から天候が崩れる予定で、1日だけだったら停泊してちょっと月曜日あたり福島を巡って帰ろうと思っていたんですけど、どうやっても雨で、月曜日もその後も雨予報だったので、もう今回はちょっともう福島の人も山形の方も宮城の人も本当にごめんなさい。東北旅って言いながら全然この3県が回れなかったので、またちょっとリベンジしたいというか、福島に関しては私本当に転勤運ないんだよな。まあもうしょうがない。というわけで今日はもうこのまま家の方に帰ります。帰るんですけど、もうちょうど近くにね行きたいところあったので、そこだけ行ってね帰路に着こうと思います。船いっぱい、かっこいいな、すごい圧巻だな。しかも船めっちゃでかくない？あれ、ここのガソスタなくなっちゃったんだ。やっぱ天気がいい時に来ると全然違うね。前ねここ来た時土砂降りだったんだよねはい、というわけでこちらです、カフェ RST さんこんにちは。
入ってネギからネギを。今日は時間あるの？今日はもう帰ります、この後。そっか、はい、ちょっと船に乗ってかない？船？うん、寂しい。東北の人はみんなあったかいよ。本当にありがとうございます。さあ、というわけでこっから道のりは長いですが、一気にお家まで帰りたいと思います。6時間弱ですね、まあ、多分途中眠くなったりもすると思うんで、休みながらですね、無理せずゆっくり帰りましょう。Or the lack of a wink, or just because I love my life with you.